H1 やったかな、221S ラパン、ちょっとねホイールキャップね開けていきます。ちょっとね、締め、ひび割れ、あります。ちょっとね、4枚めくったとこからね、いきます。でね、ナビパネルもね、外していきます。これはね、もう引っ張って取るんで、もう引っ張って外したところぐらいからいきます。これ、なんかあるね。あ、ネジありますね。ね、うん、これバラしたことないですわ、まあこれはね外してからバラし方説明します。でキャップのねこれね 6mm、 まあこれは付属しないですがね、4枚ともねこの締めひび割れありますね。とりあえずこうプラスね外して引っ張るだけだと思います。でバイザーね行こう思ったらこのピンがねほとんどないです。1個ぐらいしかねついてないです。でいつものようにねカッターで、ね、行きます。まあ皆さん真似しないでね、こんな感じで行きます。まあ、これね外してね、まあ、全部外したところからいきましょうか。ウェザーストリップ外してね、金具のところを避けて外してください。でタコ糸でやってください。バイザーね、まあ程度は良さそうですね、程度は良さそうやけど全部ね金具で、金具のこの保護剤剥がれてます。このね、ちょんとあるのはね、多分もともとやと思いますね。まあ、この丸の穴ね、ちゃんと割れとかね、なしです。まあ、これでね、販売します。で、こいつをね、外してあとはね、引っ張るだけです。で、デッキは、まあいつものビス4で抜きます。配線プチこのカップラーメンね。あ、でもこれあれやな、あのナビのこのナビのパネルみたいなのも一緒についてきとったんです。テープで止まってました、ね、いや、これ多分あの純正ちゃうの、これこれこのパネルがついてんじゃん、多分あのはめ込みで、ほんで削ったんじゃ外し、あ、なんか加工してるってことですね、ちょっとだけね、うんうん、そうです、はい、そうです、なんかそんな感じしますね、うん、で、ちょっとここが欠けやな、ここなんですか、かけ割れやな、あれですね、はい、まあ、このあで、こいつは時計な、見てなかったな、まあ、ええか。ミラースイッチはミラー外した時に、よいしょ、吹き出し口は大丈夫やな、よし、ここが削れか割れか、ここをちょっとなんか補修しちゃったらうまいこといけるな、うん、これは一応とりあえず出品しようか、ウッドはな、マットね、マット確認しようか、ちょっと外したところからいきます。マットね、ちょっとね、やっぱりここは擦れてるけどあとは大丈夫っぽいね、まあ、ほつれもね適度に、裏側は穴なし、ラパン汚れ、これもね、ちょっとエアで拭いてね、出品します。
でね、外し方、まあ、これはせんでもいいけど、まあめくって、めくって外すね。そうですね。え、これ下はでも下もあれですよ、あの紐で結んで、あのマジックテープだけで。ここはマジックやな。で上は抜くだけやもんな。上は抜くだけで。で、トレス抜いて、抜いて。手入れへん。抜けた。はい、抜いて。まあ、それは引っ張るだけやな、上はな。ここは前出して。下のこの紐が鬱陶しいな。紐も、こいつも足でした。ほんま。こいつも、なってました。あとは、これ。あ、これは、あかん。これあれやな。これここ取らなかった。ここ取らなかったやな、うん。ここ何倍やった？ 12 やった。そこは12です、ね。12な。で、上は多分アームレスト外して、やな。抜くだけで。まあもうね、外したところから商品紹介からいきます。でね、シートカバーね、ちょっとね、やっぱりこの汚れてるところはね、ちょこちょこ、あとどこやったかな、この汚れるところなね、茶色くつくばり、そっちなんです、あのサビのところでしょ、うん、ここですね、金具のところ、絶対ここは、うん、あとこういうところ、絶対擦れるところね、でもまあ綺麗な方かなと、うん、まあね、このまま出品します、まあ、今回ね、パネル、シートカバーぐらいかな、マットでバイザー、まあ出品していくやつね、紹介していきました。まあヤフオク出品していくのでね、まあ商品確認ね、見てください。他にもね、いろいろ動画出していきますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。